おっさん英会話の質問コーナー、さあどんどん読んでいきましょう。沢健さんのプロファイルにアメリカ人との結婚離婚を経験するかっこ泣きとありますが、結婚生活は何年ぐらい続きましたか？僕の場合は2年しか続きませんでした。すみません。離婚の理由は簡単に言うとどんなことでしたか？離婚の理由ですか？ですね、まあこれも、これ実はもうこれもね、ちゃんと動画にしようと思ってるんですけど、簡単に言うと多分僕がその僕の気持ちがどんどんこう日本の方に気持ちが移っていってしまったってことだと思うんですよね。まあ簡単に言うと僕のせいです。すいません。お子さんはいらっしゃいますか？いないです。日本に戻ってこられた理由は離婚ですか？いや、結婚した後からの方がアメリカの滞在期間は長かったですね。さっき2年で、結婚生活終わったって言ったんですけど、その後が7、8年続いたと思います。アメリカ人女性は強いですか？まあ人によると思うんですけれど、その強いってその多分精神的な強さのことを言ってらっしゃると思うんですけど、まあ自己主張が強いっていうことに関してはまあよく言われることですけど、まあそれは強いでしょうね。日本に帰ってくるまではどんなお仕事をされていたのですか？いろいろやったんですけれど、銀行に勤めていた期間結構長かったんですけれど、でその後は商社に勤めて、で、まあ、観光業もあったり、あと無職の時代もありました。なぜ米国でのキャリアをリタイアし日本で英語教師をしようと思ったのですか？英語教師になりたくって日本に戻ってきたんじゃないんですよ。さっきも言ったように、こうアメリカに長く住めば住むほどこう日本に対する気持ちがめっちゃ強くなってきて、である時点でもう日本で頑張りたいって言って、特に何か日本でこうしようという目的も特に持たなかったんですけれど、とにかく日本で頑張ろうって言って、えいって戻ってきましたね。現在の金融資本主義は人間の欲のために間違いが多く崩壊寸前だと思います。誰か立ち上がる人はいませんかね？まあ少なくとも僕は立ち上がらないですね。なんか社会がごそって変わる時って、要するに革命みたいな時が起こる時って、確かになんかそういうリーダーみたいな人がいるじゃないですか。例えばガンジーさんとかね、例えばアメリカで言えばマーティン・ルーサー・キングとか、そういうリーダーみたいな人が、確かに象徴的な人がいるんですけれど、でも共通することは多くの人が同じ気持ちを持ってて、その代表としてその人がいるわけじゃないですか。なのでたくさんの人が同じ気持ちになったら、その中でリーダーが生まれるんじゃないでしょうか。英語には男言葉、女言葉はありますか？例えば日本語だったら僕はって言った瞬間に、あ、この人は男性なんだなって思うじゃないですか。でも英語ってなんかこの単語を使ったらこれは絶対男子だとか、これを使ったら絶対女子だって一発で分かるものって少ないと思うんですよね。だから多分喋り方だと思います。例えば次の表現は男子でしょうか女子でしょうか。 Oh my god, this is so good。 英語の起源はもちろんイギリスですが、もともとより複雑だった文法を軍隊で間違った命令伝達が起こらないように単純化が進んだ結果、現在の形に落ち着いたと聞いたことがありますが、どうでしょうか？どうでしょう？どうでしょうってどういうことですかね？単純化が進んだことは良かったと思います。英語で家に帰った時のただいま、おかえりというやり取りは何て言うんですか？これね、よく話題になるんですけれど、ただいまとかおかえりにバシッと合うものってあんまないんですよね。まああえてやるなら、まあ、ただいまはよく言われるのが I'm home みたいな感じで、まあおかえりなんですけど、これもね、こうなんか Welcome home とかいろいろあるんでしょうけど、そう言わないんですよね。 I'm home ってもし帰ってきたとしたら、 Hey Mark, how was your day?みたいな感じで、そんなんで済ませちゃう場合が多いですね。世界基準としての英会話はどの英語を話すことを求められるのか。やはり英語なのでイギリス英語がいいのですか？いやいや、そんなことないですよ。イギリス英語でもいいですし、アメリカ英語でもいいですし、オーストラリア英語でもいいですし、シンガポール英語でもいいですし、
もうなんか英語ってもう今いろんなところで話されてるんで、どこの英語じゃなくちゃいけないっていうことは全然ないです。それぞれみんなアクセントがあるし、例えば留学先がねオーストラリアとかだったら、そのオーストラリアで話されてる英語を話せばいいし、別に英語だからってイギリスにこだわる必要はないと思います。もしそこにいたら私はとても嬉しいのにという文章を英語にしたいです。下の文どちらが正しいのでしょう。 If I were there, I would be so glad. If I were there, I am so glad. あ、これは上がいいですね。これは多分家庭の話をしてると思うので、上ですね。はい。沢健さんは普段どのようなジャンルの音楽を聴かれますか？沢健さん視点の洋楽から学ぶ英語の動画も機会があったら見てみたいです。ですね、僕は洋楽で英語を学ぶってことは、正直やったことがないんですよ。よくいらっしゃると思うんですけど、洋楽でね、洋楽を聞いて英語を学んでる人たちもたくさんいらっしゃると思うので、それはそれですごくいいと思います。要は自分が興味があるもので学べばいいんですよ。それなんでかっていうと、自分が興味を持ってるからこう集中できるし、あとは飽きないっていう。で、僕が好きな音楽はですね、実はあんまりその歌詞が入ってない音楽、要するになんかね、クラブミュージックとかが好きなんですよ、実は。おっさんなのに。ライティングやスピーキングするときにどうしても同じ言い回しが多くなってきます。英語は同じ表現の繰り返しは嫌う傾向にある言語だと思うのですが、何かアドバイスはありませんか？慣れるまでは別に同じような表現が増えちゃってもいいと思いますよ。僕自身も似たような表現が多いんですよ、正直ね。なので同じ表現どんどん使えばいいじゃないですか。で、それに慣れてくれば自然とですね、違う言い方もね、やってみたくなるんですよ。で、そっから違う表現も少しずつこうやって加えていけばいいじゃないですか。だから、最初は全然同じ言い回しでいいと思います。旅行するのが好きとおっしゃってましたが、何を目的にどんな旅行をするのがお好きですか？旅先で最も印象に残っている場所は？ですね、旅行するときに特に目的はないですね。まあ、唯一あるとしたら、ここの場所に行ったらこれが食べたいとか、まあ、そういうことはありますね。で、最も印象残ってる場所はですね、今のところ衝撃を受けたのはベトナムでしたね。バイクの多さ、本当にバイク乗るじゃないですか、あの辺の人たちって。で、結構やっぱ雨とかも降るんですよね。で、ベトナムにいる時にちょっとね、こうボケーってこう街の様子を見てたんですよ。で、そしたらこうバーって雨が降ってきたんですよね、急に。そしたらそのビルからね、OL らしき、ベトナムのね、ベトナムの OL らしき3人組がこう出てきて、で、ああ雨だねとか言って、もう何の躊躇もなくカバンの中からカッパを出して、もう3人とも、もう気軽にカッパを着て、でブイーンって帰ってたんですよ。だから日本だとあんまり見ない光景じゃないですか。やっぱ OL のね、なんか20代の OL がこう出てきて、で、あ、雨だっつってカッパを着てこうスクーターでブイーンって行くってあんまり見ないじゃないですか。で、結構それが衝撃的でしたね。接続詞 because は文頭に使ってはいけませんか？口頭で話すときと文章で書くときと違いがありますか？ but とか使っていいもの、ダメなものを教えていただきたいです。まず because から始まる文は全然ありますよ。こうだから、コンマこうですっていう言い方、それは全然あります。で、口頭で話すときと文章、そうですね、口頭で話す英語と文章で話す英語は確かに違いますね。スピーチとか演説とかはどっちかしたら文章側に近いですけどね。で、バットとか、これもね、学問的にはなんかバットから始まる文は文法的っていうか、その学問的にはバットからは文章を始めない方がいいよってそうやって言われてるんですけど、でもニュース記事とか読んでてもバットから始まる文って全然よく見かけるので、その辺あんまり気にしなくても大丈夫だと思います。中高生に英語を教えてらっしゃるということで、おすすめの大学受験のためのリスニング勉強法があれば教えてください。高校生には何を勧めてますか？ TED や BBC はよく聞くのですが、他の方法が知りたいです。大学受験っていうことだけに絞るんだったら、僕は英検の2級か、準1級の、過去問のリスニングを結構勧めますね。 TED と BBC は難しいんですよ。ぜひ英検の2級のリスニングを聞いてみてください。それが全部わかれば結構すごいです。
How are you? と挨拶された時、何と答えればいいのですか？そんなんうちの小学校5年生でも知ってますよ。お願いしますよ、お兄さん。多くの YouTuber さんも上達の過程について語っておられるのですが、沢健さんの上達過程を具体的に教えてください。いやーこれね、話すと長くなるので、ちょっとこれはね、またちょっと違う動画にさせてください。英語が話せたことでモテたなっていう時ありますでしょうか？僕に関してはありません。ただ、利用されたことはあります。パーティーや結婚式など、アメリカでは日本のようにお金による祝儀のような習慣ってあるのでしょうか？それとも品物、どちらが主流ですか？また渡すタイミングも分かれば教えてください。僕自身の体験です と、アメリカにいる時に結婚式は2回行って、で葬式が1回だったんですけれど、結婚式の時はですね、よくあるのが、ウェディングリストだったかな、なんかね、私たちこういうのが欲しいんですっていう、そういうリストを集めたやつがあって、それを買ってあげるっていう、なんかそんな文化がありますね。でそっからこれを買ってあげたとか。でラスベガスで結婚式があった時はね、なんか僕はなんか酒をおごるとか、なんかそれぐらいだった時がありますね。要するに日本みたいにガチガチなルールがないんですよね。だからキャッシュ渡しても全然いいと思うんですよね。グリーティングカードみたいなのと一緒にキャッシュを渡す人も全然いますし、で渡すタイミングですけど、これもそのパーティー会場に行った時でもいいですし、あとは個人的に渡してもいいですし、これもですね、その人たちとどれぐらい仲がいいかにも変わるので、本当ケースバイケースですね。先日沢健さんの英語日記というのを初めて見ました。はい、日常英会話、ああこういう時はこう言えばいいのかってすごく勉強になりました。毎日やってほしいです。ありがとうございます。 Is this a question?